はい、どうもこんばんは。作業ゾンビです。今日もプリンスオブペルシャやっていきたいと思います。前回天国への階段が終わりまして、次観測所かなに行きたいと思います。まあアルケミストのね、これうっすら見えてるけど、アルケミストの巣に潜入したいと思います。でね、裏でね、いろいろ種回収したんで、まあ、次のところ行くのには困らないのかもなーなんて、そんな感じです。マイクの位置大丈夫か。あれ、エリカ様の位置、まあまあまあそうでしょうね。そうそうでしょうけど、わあ、あんな感じで、あ、すごい上行くね。じゃあ天国への階段登っていこうかって、あ、登ってきたところ大丈夫か今日。ちょっとこれをね、撮る前に、前回からやる時間が空いてしまったので全部カットだよここ。まあこれをやる前にちょっと種回収の旅に出てたんですけど、まあその時もね、あれ、独り言をねペラペラ言いながらちょっとやってたんですけど、全然何喋ってるか分からなくてね。このまま実況できるかっていう感じだったんですけどね。もうやっちゃいますよ、アルケミスト倒すためにね。すごい使うねこれね、怖いよオッケー、死なないでね。俺も死にたくないしな、ね、まあそうだよ、普通はまあそうですよね、普通は死にたくない、俺も死にたくない。先を見る。あっ、おい、前進したみたいだな。前進してないぞ。デジャブが繰り返される。よしよしよし、この地帯また連続技ですか。一回で終わって試しがないよねこれね。おお、何今の、ひどいな、本当にひどい。ひどいね、ひどいよ、分かってる。てかこれすげえ連続技じゃねえか。勘弁して勘弁して、すげえ。こっちだプリンセス、こっちだプリンセス。不死身かどうかを確かめてやるよ。命は奪うものでなくくれてやるもの。せっかくだがそんな必要はない。死んでも俺は永遠だ。それはどうかしら。え、待って、行き、なんか外側に行くと回る、あ、そういう感じ。本当にできるか。何これ、うわやべえ、コートだぞ。あ、汚れちゃったじゃん。あ、汚れだ、汚れてきてるわ。あー、汚れの中に入れさせてはいけない。この狭い中で戦えと。遅いね、いつもね。
分かってる、自分で分かってる。そうはさせない。アルケミストはね、三角が好きだよ。着替えてる着替えてる。やべ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 。エリカ、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 頼む。やべ逃げられた。くっそ。そうはさせるか。あ、やべやべやべ。四角でしょ、四角でしょ。こっちに来て、来ないよ。これこれこれ、はい、カモン、はい、エリカ様、よろしく、よしくよ。またもう、力に頼りっきり。で、回復なんかさせねえ。飛べ、嘘。間違えた間違えた。気がで、気がで入ってる、気がで入ってるぞ。やべ、エリカ様だけでやってやったな。不死身の割にはビビってるようだな。よし、あと一歩だ。逃げ出す前に奴を追い込むぞ。了解です。どこに行った？さあ、北条の台座かも。観測所の上かしら。でもアフラが力を失って以来立ち入れない場所よ。奴にアフラの力があるのか？持っていたけどアーリマンによって失った。なるほどな。それで君らはどんなひどいことをしたんだ？言ったでしょ、アフラの力は消えつつある。で、さらに上へ行くプレートがある。使ってみましょう。はい、じゃあ雑談終わったみたいなんで行きます。いやー、久々に戦ったけど、え、疲れるな。っていうかすごい綺麗だな。あ、くっそ、出現前にできなかった。もうエリカ様をフル活用。頑張って二人で生き延びよう。一歩ずつね。生き延びます。飛ぶのは夢だった。飛ぶのは夢だったんだ。よかったね、かなって。っていうかここがすごい綺麗なんだけど、天体だよね。ああ、もっとじっくり見とけばよかった。あれ、上上上上、よしよしよし、こっちこっち、あ、なんだ、戻されるけ。よし、こいつにはこいつにはっていうか、端で戦うときは落とすに限るね。楽だもん。スローリングの達人。おっと、高い。端から離れたら。させてくれそうもないぞ。やべ、狭いんだけど。いいわよ。やべやべやべ。
張れって言ってんの。おっとっとっと、エリカ、エリカ行け、最後はエリカだ。俺たちの共同作業で沈めてやる。かもね。でもいつかは死ぬ。橋に立つなって言ったろ。ええ。でもいつかは死ぬ。その通りだな。誰が不死身だって、長生きするのはどっちか分かったか。おっと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 、またそういう感じ。あっとっとっと、少しは黙ってたら。あ、すいません。早く降りましょう。ああ、賛成だ。つってなんか喋るんでしょ、また。おとぎ話だと思う。私は現実だと思ってた。喋んね。いやーっていうあれはあれっていう話は後でしょう。止まった止まった、ちょっと大事なところで。頑張れ。重たいよね、そりゃね、これね。おっとおっと、やべ、それをまたそれで帰るのか。勘弁して。肉が重要。一番苦手なやつだぞ。はい、間違っちゃうとね、死んじゃうからね。まさに奇跡だ。あそこで足場を、よく助かったもんだ。神のおかげとか言うなよ。運が良かったんでしょ。運が良かった。いいか、その運を持ってきたのは俺だ。感謝しろよ。金を背負ったロバをなくし、戦線に巻き込まれたあなたが運がいいって言うの。でも生きてるぜ。アルケミストはどうなった、死んだのか。あれを見て生きてると思う。アーリマンさえ閉じ込めれば他の奴らも生きられない。さあ決着をつけちまおうぜ。ただ一人で誰か見に行ってたけど、いいの？もっと見なくて。はーい、観測所が浄化されたと同時に破壊されてしまいました。あそこのね、中綺麗でしたよね。もっと中見ときゃよかった。暗闇の中で天体がね、天体がっていうか、こう壁に穴開いてるところから外の光が入ってきてて、それが星みたいになってるし、周りに惑星か何かのオブジェみたいなのが置いてあってね。じっくり見ときゃよかった。というわけで、この辺で終わりたいと思います。まあ中二は、まあ中二らしく散ったというか。所詮ね、不老不死なんてね、いいことないですよ多分。
終わりがあるからこそね、今生きてる時間が大事だし、まあ、救いだっていうね、そういう話ですよ。まあ、これ以上喋るとろくでもないことを言いそうなんで終わりにしたいと思います。それではまた、バイバーイ。